試験中のブランドナー E-300 ブランドナー E-300 はヘルアンハ300小型ジェット戦闘機向けに開発されたエジプトのターボジェットエンジンである。それまでソビエト連邦で囚われのみでスポレフツ -95 爆撃機の動力源となるクズネツオフ NK-12 ターボプロップエンジンを開発していたオーストリア人技術者のフェルディナントブランドナーは同時期に ウィリー・メッサー・シュミット率いるドイツ人技術人が設計していたヘルワン・ハ300ジェット戦闘機用のエンジンを設計する技術者の指導のために5年契約でエジプトへ移住した。当初ハ300はブリストル社製のオーフユース、R ・ R-12 を搭載する予定だったが推力が不十分でその上、高額を提示されたのでハ300の開発に 携わっていたドイツ人技術者たちはエンジンも製造することを決定した。第135工場で280人のドイツ人とエジプト人の専門家たちで構成されるチームによって開発が進められた。ブリストルのエンジンとメッサーシュミットのスペインの工場が購入したミラージュ戦闘機用のフランスのスネクマ製のスネクマーター QC を手本にした。このエンジンは ハ300だけでなく、将来の HF-24 マリュートにも搭載予定だった。クルトタンクとブランドナーは、HF-24 に搭載することに合意した。新しいエンジンは1963年に、ベンチテストにかけられ、インドの HF-24 マリュートでの、高速テストの前にアントノフアン -12 の、主翼下に、検査されて飛行テストを行った。 HF-24 マルートに搭載してのテストは1967年3月29日に行われた。E-300 は h 3 0 0の試作3号機に搭載されたが、この機体が飛行することはなく開発プログラムは1969年5月に破棄された。ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1969から70。ありがとうございます。